んだよ。もっと、うん、いただきます。桃ちゃん、高野聖也強盗殺人容疑で逮捕する。え、何？ううん、別に。高野さんまだ捜査中かな。多分そうだと思うけど、これからどうするか相談しなきゃ。もうちょっとこうしてない？どうして？いや、どうしてって。私とりあえず着替えてくる。え、もう着替えちゃうの？凌介、ボスは。事件の捜査に行ってると思うけど、どうしたの？どうしたの？じゃないでしょ、凌介。ユウのせいでひどい目にあったんだじゃ。み？はや。あ、もしかしてあの教会に二人ともいた？はや。もしかして怒ってる？はや。はや。すいません。でもかっこよかったけどね。キョコがちょっと羨ましかった。ヤウエン、ユーダスリー・ホフマンみたいね。誰それ？え、あ、ボス何時に帰ってくる？あ、今電話しようとした。電話してみる。あ、もしもし、イグラシさん、一緒に高野さんいる？ああ、ここにいる。あ、ちょっと代わってもらえますか？それはできない。いや、急な用なんですよ。お願いします。クイタンは、クイタンは。え、はいはい、わかりました。凌介、何かあったの？どうしたの凌介君？高野さんが逮捕された。え、嘘でしょ？なんで？ああ、お腹すいたな。私はこれからどうなっちゃうんでしょう。この番組はドコモグループ、コカ・コーラ、明治製菓、花王、キヤノン、鈴木の提供でお送りします。五十嵐さん、理由を聞かせてください。どうして高野さんは逮捕されたんですか？それは玉田組会長、玉田茂雄殺しの容疑者だからだ。ちょっと、それ高野さんじゃないよ。なぜだ？あ、いや、何を知ってるんだ。桃ちゃんも五十嵐さんも本気で思ってるんですか？高野さんが人を殺したって。指輪を盗むために忍び込んだことは認めた。指輪が盗まれたのと被害者が殺されたのは同じ場所、しかもほぼ同時刻。それに証拠もいくつか残っている。証拠？監視カメラの映像だ、五十嵐。はい。カメラがある。これだ。厨房のカメラにだけ映っていた。これはホームズエージェンシーにあるのと同じジャージだ。お前たちはよく知ってるだろう。そして凶器の花瓶に残っていた指紋は高野聖也、クイタンのものだ。嘘。あ、どうした？いや別に。ん？逃げてく人影を見たという証言もある。その人物の背中にも同じ文字があったそうだ。
高野さんに会わせてもらえませんか。取り調べ中だ。そこをなんとかお願いします。一目だけでもいいです。お願いします。緒方警部、私が立ち会う。高野さん、京子ちゃん大丈夫ですか。大丈夫じゃありませんよ。お腹が空いて倒れそうだったんですから。王者釈放ですか。バカ者、お前が喋らない限り一生容疑者だ。一生クイタ、もう一度聞く。指輪を盗みに入ったのは誰からの依頼だ。それは言えません。その人物に殺人も依頼されたんだな。ねえ高野さん、喋っちゃえば。食いしん坊でも探偵です。依頼人の秘密は守ります。あの警備システムをくぐり抜けるのは至難の技だ。他に共犯者がいるんじゃないのか。私一人の犯行です。違うんだよ、もめちゃん。凌介君、なんだ今のは。いや違うんです。は？いやそのなんだ。いやあれがですね。凌介君帰ろ。え、高野さん、じゃあ、はい、すいません、高野さんに食べ物をあげてください。よろしくお願いします。はい、いただきます。もめちゃん、早速活動お願いします。深見ぶち壊とけ。え、はい。え、だってカツ丼じゃあ来い。京子ちゃん言ってたよ、カツ丼。高野さんはなんで俺のことかばったんだろう。わかんないけど何か考えがあるんだよ。犯人の手がかり掴んでんのかな。うん、きっとそういう意味だよ。あのウィンク、ウィンク、かわいい。バカ、本当にかわいいよ。思ってないでしょ。うん、どうも。クイタンのこと聞いたよ。どうだった。監視カメラの映像と指紋の状況証拠があるそうです。うん、クイタン、お腹空かせてなかったかな。そんなことよりオーナー、高野さんはオーナーに頼まれて指輪を盗みに入ったこと喋ってないんですよ。だから殺人も疑われてるんです。うん、盗みの件はさっき兄貴に連絡した。何なんですかあの指輪。訳ありでね、取り戻さなければならなかったんだよ。取り戻すってオーナーのものだったんですか。うん、うん、うん。いやだったら警察に動いてもらえばよかったじゃないですか。兄弟ですよね、所長と。いろいろあってね。そんな。盗みの件は兄貴に電話した。殺人容疑についてはみんなで協力してクイタンの無実を証明してほしい。メンバ、メンバ、ボス。オーナーの指令？そうなんだ。無論殺人依頼はしていないし、クイタンが人を殺すはずもないと、そう言ってる。ももちゃんは本当にクイタンが殺したと思ってるの？黒の証拠ばかりです。じゃあ、ももちゃん個人としてはどう思ってるんだ？私は刑事です。私の個人的な思いなど関係ありません。証拠によって判断するしかありません。まあ確かにそうなんだが、ですが私の知っているクイタンは人を殺すような男ではありません。はい、コーヒー。なんかいい考え浮かばないの凌介くん。あっ、ちょっと待って。あれ？ラウ。はい。どっちだ？カモン。どう？オッケー。ちょっとラウ来て。こっち。どうしたの、凌介くん？え、ちょ、メイラジョ。行く。ついて。よっしゃ。ただ高野さんは逃げるときリュックを背負ってた。だから背中の文字が見えるなんてありえないんです。そうか、分かった。ももちゃん、飲まず食わずで取り調べなんて拷問ですよ。1時間前に大盛り弁当食べたでしょ。1時間も前です。深見、いい。はい。
桃ちゃん、これ貸すぞ。いた。盗みがオーナーの指示だってことは聞いた。そうなんですか。殺しも頼まれたのか。いえ、それは違います。野田涼介をかばってるな。彼は現場にいた。いや、お前と一緒に屋敷に忍び込んだ。ジャージの背中の文字が見えたという目撃証言、それを否定した見えるはずがないと。その場にいないとわからないことだ。たくしょうがないですね、涼介君は。認めるんだな。その前に、その目撃者は誰なんですか。玉田家の住み込みメイドだ。下見に行った時、結婚の打ち祝いをしてた。打ち祝い、うん、今さら川口と手を組もうなんてふざけとる。殺された玉田会長はその手打ちを心よく持っていなかったんだ。っていうことは、手打ちを進めたい人間が殺した。ケリーラサンド。はっ。凌介。ほう。高野聖也が来てます。お料理ができるまでお待ちください。はい。あ、チェックワンツースリー、聞こえますか、ももちゃん。あ、チェックチェック、聞こえてるよ。どうぞ。もう一度お伺いしますが、これが普段玉田会長が召し上がっていた料理なんですね。はい。わかりました。ではいただきます。だから何なんだ、早くしろ。うん、おいしい。でもこれを毎日食べていたら死んじゃいますね。うまく工夫されていますが、どの料理も塩分が非常に高いです。お客様ですか。これはこれは、お会いするのは二度目ですね。下がっていいよ。メイドさんに会長用の料理を作らせていたのはあなたですね。それがどうしました。会長は高血圧で動脈硬化が進んでいたそうですね。それなのにこんな料理を毎日食べていたら脳梗塞や心筋梗塞を起こしてしまう可能性が非常に高くなります。この野郎、誰に口聞いてんだよ。やめろ。それで、あなた、それが目的で食べさせていたんじゃないですか。会長を殺したのはあなたですね。あなたが
常日頃から口やかましい会長を疎ましく思い、料理で式を早めようとした。ところがあの夜、川口組との手打ちを反対されたあなたはカッとなって会長を花瓶で殴って殺した。親父の時代は終わったんだよ。それをいつまでも偉そうに。だからバカな奴らが指輪を盗みに来た時に便乗させてもらったんだよ。はい、あの指輪は偽物でした。おい、ほら、帰れ、やるわ。ご苦労だったな、食いしん坊。私は食いしん坊探偵、略して食いたんなんです。ダメだ。桃ちゃん、動くな。桃ちゃん、上。大丈夫か？イガラシ！遅い！はーい！ボス。ボス。ご苦労様。涼介君。どこ行ってるんだよ。你好。你好。わお、関東語上手ですね。どうしたい？グイダンにいますか？今出かけてます。あ、そうですか。これグイダンに渡して。誰からですか？ホームズエージェンシーオーナー。オーナー？イエス、よろしく。 Thank you, goodbye。 事件解決？じゃあ高野さんも帰ってこれるんだ。
うん、分かった。じゃあね。そうだ、お祝いしよう。はい、お待たせしました。前田ども。ご苦労様です。京子さん、これどうしたんですか。事件解決のお祝い、奮発しちゃった。あ、もうすぐみんな帰ってくるから一緒に食べようね。事件解決って。ただいま。ただいま。いい匂いがすると思ったらお寿司じゃないですか。お寿司来てたんだ。ちょっとみんな何してたんですか。軽く汗流してました。あ、お腹ペコペコ。じゃあ食べましょうか。座って座って、みんなラブ、カモンカモン。オッケー、了解。いやー、美味しそうですね。すごいね。ちょっと、今日は京子さんの結婚式じゃないんですか。京子ちゃんはね、結婚なんかしませんよね。そうですよ、勘違いが約1名。あ、やっぱ結婚したかったんだ。そうじゃないけど。誰かさんも結婚したいんですか。ああ、愛してる。やめてよ、ちゃん。全然意味がわかりません。ちゃんと話してください。話せば長くなるんだけど、聞く、うん、あの女の指輪が、あ、殺人事件は解決したけど肝心の指輪取り戻してないじゃん。あ、そういえばそうですね。どうしましょう、高野さん。どうしましょう。うん、ボッシュ、うん、じゃん、似合う。あ、ケリー。いつの間に。陽介、ケリー&ラウ香港ホームズエージェンシーは優秀で。人に指をさすの、豪華な。ほんとこれで一件落着。よかったね。さすがはケリー。じゃあ、キョブちゃん、はい、これその引き出しに入れときますから。あ、お願いします。じゃあ、いただきましょうか。はい、はじめくん、一緒に食べましょうよ。僕はいいです、どうせ仲間じゃないんです。金田一を心配させたくなかったからさ、話さなかったんだよ。はや。さあ、はじめくん、一緒にいただきましょうよ。高野さん、ん、これオーナーからです。オーナーから。これはリンリンの香り、秘書のリンリンが持ってきてくれたんですね。どれどれ。おい、金田一帰っちゃうの。メスや。あいつ、金田ちゃった。高野さん、何入ってたの。ん、いや、あの中華街の食べ放題のチケットです。んだ、高野さんだけかよ。さあ、いただきましょう。はあ、お待たせしました。では、いただきます。いただきます。ねえ、ケリーたちはいつまでいられるの。明日の朝帰るよ。え、もっとゆっくりすればいいのに。今度は京子の本当の結婚式で。え、おはよう。あれ、どうしたの京子ちゃん。ないの。何が。指輪。あれ、高野さんその中入れてなかったっけ。だよね、でもないの。よく探したの。探してる。本当に探した。涼介くんも探してよ。どうしたんですか、二人とも。高野さん、はい、指輪がないんです。指輪がない。はい、今日女に渡すんですよ。もしかしてケリーが持って帰っちゃったんじゃないの。まさか。じゃあ泥棒が入ったってこと。高野さん、ずっといたんですよね。ええ、私が昨日くたくたでぐっすり寝ちゃいました。おかしいなぁ。桃ちゃんに届けましょうか。ああ、でもそれややこしくなるからいい。ああ、何。挑戦状。挑戦状。指輪預かった、返してほしければ一つでゴミ5食を満たす料理を探せ、回答 X。 誰。知らない。ゴミ5食。ねえ、ゴミ5食って何。ゴミとは辛い、甘い、酸っぱい、しょっぱい、そして苦いという人間の感じる5つの味のことです。そして五色とは青、赤、黄色、白、黒の5つの色のことですね。っていうことは甘くて辛くてしょっぱくて酸っぱくて苦い料理を探せってことですか。うん、しかも5つの色の入った料理でしょ。そんな料理あんのかな。あ、確か韓国では栄養バランスのいい食生活を送るために5色の食材を5種類に味付けした料理を食べるっていうのは聞いたことがある。でもね、京子ちゃん、それはあくまで食卓の上に上がった料理全体を指すのであって、一つの料理でゴミ5色を満たすとなると、あ、何、わかりません。
おーい、とにかく探しましょう。どうやって？もちろん食べてですよ。高野さん、食べるのは指輪を取り戻すためですからね。分かってます。みんなで苦労して取り戻した指輪です。怪盗 X 受けて立ちましょう。もしもし、今日ちょっと体調が悪いので休みます。そんなもんはないじゃん。高野さんは食べて挑戦状の謎を探ってる。俺は挑戦状の送り主を探してみる。どうやって？あの指輪のことを知ってる人間は限られてる。玉田組か川口組、組系のすっごい怖い人たちだよ。組系が何だっつう？なんか涼介君男らしい。前からなの、京子ちゃんが気づかなかっただけ。そうかな。よし、とにかく川口組行ってくんだよ。本当に行くの？何で驚くの？チャオ。気をつけてね。おお。なんか涼介君いい。ゴミ五色。一応作ってみたんですけど、一つの料理で5つの味を出すのは不可能に近いです。ましてや五色なんて。料理としてはとっても美味しいんですけどね。ただいま。おかえり。涼介くん、何か見つかりましたか？あ、涼介くんは別ルートで組系の捜査してたんです。玉田組も川口組も探ってみたけど手がかりなし。よくビビりませんでしたね。あのね、俺だってやるときやるんだよ。京子ちゃ ん料理の謎は解けた。料理しか手がかりないんだから頑張ってよ。あるのかな答え。なんか引っかかるんですけど、犯人は何がしたいんでしょうか？指輪が欲しいならもう手に入れてるわけだし、指輪の代わりにお金を要求してくるわけじゃない。料理を探せって。犯人は食いしん坊？美味しい料理が食べたいって。だったら指輪盗まなくても依頼してくればいいでしょ。そうか、変だな。今回はいろいろと大変な目に遭わせてしまって申し訳ない。いえ。昨日リンリンが届けてくれた手紙読んでくれたかな？はい。実は今日来ていただいたのにはお願いがあります。うん。一日だけ延ばしていただけませんか？うん。指輪も見つかってませんし、どうしても横浜でやらなければならないことがあります。うん、わかった。しかしそれ以上日を延ばすわけにはいかない。指輪の件、クイタンに話してなかったかな？はい。京子ちゃん、あれ陽介くん？はじめです。はじめくん、塾はどうしたんですか？今日は休みです。じゃあ私に付き合っていただけますか？え？怪盗 X？ 挑戦状が来たんですよ。この挑戦状の謎を解けばいいんですね。はい、私と一緒に食べまくってほしいんです。はい。あの指輪を取り返さないと大変なことになる。大変なこと？頼りにしてますよ、はじめくん。力を貸してください。はい。ゴミ五色。ゴミ五色。僕の力を貸してほしい。赤、青、白、黄色、黒。ちらし寿司は5つの色は満たしてますけど、味は4つしかありませんよね。
苦味が抜けてます。ということはちらし寿司ではないと。はい、美味しそうですよ。いただきましょう。いただきます。いただきます。おいしい。うん、おいしい。人がおいしそうに食べてると嬉しくなりますね。高野さんですよ。いつもおいしそうに食べてるのは、僕高野さんが食べてるのに笑顔になります。初めて会った時は一緒に食べようともしませんでしたね。え、そうでしたっけ。お弁当捨てちゃったでしょ。もうあんなことはしません。はい、はじめくんは立派なホームズエージェンシーの一員です。もし答えが見つからなかったらどうするんですか。見つけなければなりません。見つかるまで探すってことですか。はい。あの、僕ずっと高野さんと一緒に捜査できるんですか。はい、でもきっと見つけてみせます。はじめくんは食いたんになりたいんですよね。はい、僕本物のクイタンになりたいんです。そうですね、好き嫌いもなくなってだんだん近づいてきました。はい、他に何か必要なんですか。いただきます。ごちそうさま、ありがとう。全部言えてます。もう一つあるんですよ。何ですか。ちょっと考えてみてください。ここまではドコモグループ、コカ・コーラ、明治製菓、花王、キヤノン、スズキの提供でお送りしました。いやもうお腹いっぱい。次どこのお店行きます。お、まだまだ行けますか。大丈夫です。無理しないでくださいよ。じゃあ明日また。今日回れなかったところチェックしておきます。明日は、明日は諦めるんですか。何日かかっても見つけなきゃならないんじゃないんですか。はじめくんは答えを考えてあるんですか。え、私には答えが分かりません。教えてください。どういう意味か分かりません。オーナーの手紙見たんですね。はじめくん、高野さんはずるいよ。また勝手に僕たちの前からいなくなっちゃうなんて。僕は嫌です。高野さんがいなくなるなんて。僕は嫌だ。嘘でしょ。オーナーから電話があったの。高野さんにどうしてもやってもらいたいミッションがあるからって。
え、じゃあ今度日本に戻ってくるのはいつ？わからないって。高野さん引き受けたのかな。見た。どうすんだよ、ボムズエージェンシー。高野さんにはいてほしいけど、いなきゃダメなのかな。ん？どういう意味？わからないんだったらいい。ああ困ったな。あ、オーナーにさ、指輪が盗まれて挑戦状来たこと言った？うん、言えなかった。じゃあとにかくこの事件だけでも解決してもらわないと、俺ゴミ誤植わかんないよ。涼介君味オンチだもんね。え、そんなことないよ。京子ちゃんの料理美味しいよ。あんまり美味しいって言わないじゃん。言わなくてもわかるじゃん。それでも言ってほしいの。美味しいよ、京子ちゃん。無理して言わなくても結構です。美味しいよ。はじめくんの気持ちとっても嬉しいです。私もね、はじめくん、涼介くん、それに京子ちゃんたちとずっと一緒にいたいです。ちょっとおまぬけで面白くてとっても思いやりのある涼介君、機転が利いて明るくて何より料理が上手な京子ちゃん、それに賢くて活発で頑張り屋さんのはじめ君、みんなに出会えて本当によかった。だったらいればいいじゃないですか。横浜には高野さんが食べたことないような美味しいものがまだたくさんあります。でも行かなくてはならないんです。寂しいです。私は全然寂しくありません。遠く離れた国にいる時もいつもみんなが心の中にいました。はじめくんの心の中にもいるでしょう。涼介くん、京子ちゃん、私が。でも会えなくなるのは寂しいです。私にとってかけがえのない人たちです。じゃあどうして？もし離れることになってもちっとも寂しくありません。だってみんな心の中に生きています。はじめくんの心の中に涼介くんも京子ちゃんも私もいつもみんなが一緒なんですよ。心の中に。本当にごめんなさい。高野さん。あの指輪はね、ダヴィンチの指輪じゃないんですよ。え？もともとが偽物だったんです。それが本物として出回ってしまった。オーナーはね、偽物を作った人から依頼されたんです。偽物が本物としてまかり通ってしまう世の中は良くない、抹殺してほしいって。はじめくん、正直に言ってくれてありがとう。先ほど食いたんになるために必要なことを言いましたよね。いただきます、ごちそうさま、ありがとうでしょ。もう一つは考えつきましたか。もう一つはさようならです。さようなら。はい。
どうしてそれが必要なんですか？考えてみてください。ただいま。どうしたんですか？二人とも。なんか俺たちに言うことあるんじゃないの？はい。オーナーから聞きました。そうですか。オーナーが話したということは、二人にもちゃんとさよならをしなきゃいけないんですね。どういう意味？明日旅立ちます。ただいま。おかえり、はじめくん。重たかったでしょう。こんなの全然平気です。どれどれ、材料は揃ってますね。晩ご飯の材料ならありますよ。京子ちゃん、今までおいしい料理ありがとう。京子ちゃんが作ってくれる料理は、私が今まで食べた家庭料理の中でも特に美味しかった。なので今日は私が作ります。高野さん、っていうか料理作るの？私を誰だと思ってるんですか？食いたんです。ただの食いしん坊じゃありません。料理作るんだったら京子ちゃんがフランス行ってる時なんで作んなかったんだよ。ノーアルタカは爪を隠すっていうじゃないですか。隠してどうすんだよ。さてやりますか。何作るんですか？それは懐かしい匂い。高野さん、はい、では召し上がってみてください。お箸でいいですからね。いただきます。はじめくん、京子ちゃん、はい、ありがとうございます。陽介くん、どうぞ。美味しいですか？まあ、食べてないから。あ、そっか。いかがですか？うん、おいしい。それはよかった。あ、おいしいのは分かるけどさ、ナポリタンの箸ってどうなの？凌介君、ナポリタンはイタリアで生まれたわけじゃないんですよ。え、じゃあどこ？ナポリタンはここ横浜で生まれたんです。本当？はい。だから懐かしい味がするんですね。戦後間もない頃、当時ホテルニューグラウンドの総料理長だった方が、スパゲッティにケチャップを和えた軍用食からヒントを得て、トマトピューレ、調味料、具材を混ぜて作ったそうです。さまざまな材料が横浜で出会い生まれた味なんですね。気のち知ってた？はい。あ、何？はじめくんが挑戦状に書いた5つの味がこの中にあります。そして5つの色は赤、青、白、黄色、黒。本当だ。甘さはケチャップと玉ねぎ。辛さはタバスコ。はい。酸っぱさはケチャップ。苦味はピーマン。え、しょっぱい味は？それは何でしょうか。ウインナーってしょっぱくないよね。うん、涙。涙です。これが高野さんとの最後の食事なんですね。
どうしたんですか皆さん。さあ楽しくいただきましょう。高野さん、ナポリタンみたいに急に恋しくなったら帰ってきてくれますか？心配しなくてもこの前みたいにすぐ帰ってくるよね。高野さん、帰ってくるって言ってください。帰ってくるって。また会えるんですよね。京子ちゃん、ありがとう。京介くん、ありがとう。はじめくん、ありがとう。ナポリタンの味忘れません。高野さんも忘れんね、俺たちのこと。忘れるわけないじゃないですか。皆さんは頼れるパートナーです。京子ちゃん、ホームズエージェンシーをよろしくお願いします。はい、ホームズエージェンシーは大丈夫です。凌介くんがいるから。京子ちゃん、頼もしくなったよね凌介くん。上から目線が気になるけど嬉しい。はじめくん。はい。これを君に。僕に。はい。さよならしないと大人になれないんでしょ。食いたんになれないんでしょ。はじめくんはとっても心が強くなりました。だから食いたんになれます。凌介君、今日二人でここに泊まりませんか？え？凌介君、起きてますか？起きてるよ。よかったですね、京子ちゃん。何が？探偵として認めてくれたじゃないですか。そうだけどさ、男としても認めてくれたと思いますよ。そうかな。初めて会った時は永遠にうまくいかないんじゃないかと思いましたけどね。全然応援してくれなかったじゃんかよ。応援されないとなんて、ダメな子凌介くんに戻ってますよ。そっか。横浜ホームズエージェンシー楽しかった。仕事もなくてお金もなくて。あんたが来てからろくなことなかった。
そうですか。俺何回誘拐されて人質になったと思ってんだよ。私も誘拐されて縛られましたよ。俺金田一でも監禁されたな。そんなんばっかだよ。倉庫に閉じ込められて爆弾、あの時はさすがに死ぬかと思いましたね。高野さん、爆弾抱えて海に飛び込んでくれたんだよね。あの時凌介君泣いたそうですね。私が死んだと思って。ちげえよ、勘違いして涙が出ただけだ。凌介君、横浜ホームステージにしよう。よろしくお願いします。ジャージ大切にしてくださいね。高野さん。はい。この部屋ずっと開けておくから。ありがとう。ダメだ、おしっこ。やった？まだやってない。じゃあ一緒にしよっか。うん。高野さん今日行っちゃうんだよね。
辛口ペペロンチーノカルボナーラアラビアータビターな恋ごと大人の味も知ったけどなぜか思い出すナポリタンケチャップ色に染まった姿にみんな釘付けナポリタン今日のヒロインパセリいっぱい粉チーズでおめかしああタバスコ愛しのナポリタン虜になるマジック冷めてもナイス僕と君だけの秘密さ秘密さ秘密さ秘め事なのさいただきます。